太一です、このアングラーズベースさんね、プライベートでもよく来させていただいてます。でね、豊富な、ね、こう水量、水温がまず安定してるってところで、放流魚もこう結構サイズの大きいものから少しサイズ小さくするんですけど、こう数多く釣れるというところ でこう季節進行によって魚のこう群れがこう上ずったり中層ボトムって結構ねこうしっかりこう四季を感じて動くっていうのが印象的にあるので、その辺をねこううまくいつも追い込まれて釣っていく感じです。先ほどねトライやらせていただいたんですけど、まあ、ちょっとアウトレットとね今日もう9月に入ってるんですけど、かなりまだ残暑があるっていうことで、この気温、この晴れた曇ったっていうタイミングで結構魚のこうレンジ感がかなり変わるので、そこをうまく使わなきゃいけないっていうところが一番キーポイントかなと思ってます。そうですね、プラ入った段階でもかなりねこう朝方まだねこう気温が低い時はまだ横にね、ルアーを追ってくれる魚もいるんですけど、やっぱりこう日がかなり照っちゃうとあんまり横にこうスライドするものをこう追って追尾するって感じではないので、こうポイントポイントキーになるところをこう点で釣っていくっていうイメージを持ってます。対戦相手のイメージとしては、まあクランキングが得意なのかなっていうところ、なんかそうレンジをきっちり刻んでその釣れるレンジを引いてくるっていうイメージがあるので、まあそこを引いてくるってあろうなんで、まあ私はまあそこをちょっとずらした感じでも拾っていこうかなと思ってます。これはプラからのあれなんですけど、やっぱりもう一番キーなのはこの天候というかこの光量、これによってやっぱレンジ感と反応するとかおもむろに変わるので、もう両極端、もう上か下かっていうのをもうはっきりした感じで攻めようと思ってます。本当はスプーンと言いたいところなんですけど、かなりきついので、もう本当にその1個っていうかその時その瞬間瞬間をしっかり見抜いてきっちり取るっていうのが勝因になると思います。今減反替えだと3本4本だと思ってます。もちろんあります、まあノリーズのプロスタッフ代表として絶対に勝ちます。ノリーズプロスタッフ藤田正史です。一番、違うところですね、午前中のプラと違うところはお昼休憩に放流があったということで、オレキの放流系のスプーンをプラでは投げました。で、実際何匹か釣ることはできたんですが、そんなに長続きしない、爆発はしない感じではありました。実際に本番始まる前に時間も経ってどんどんプレッシャーもかかってきてしまいますし、放流よりは2番手3番手でちょっとだけ活性が残ってる魚がどこにいるかっていうところで、いろいろ探っていったプラになりました。そうですね、同じぐらい厳しいかなという感覚です。全てのレベルで高次元で、いろんなことができる、その中でもスプーニング、私にできないこと、私では釣れない魚をボンボン釣っていくっていうところで、スプーン勝負になってしまったら太刀打ちできないかなっていうところなので、そこに自分の釣りでどこまで対抗できるかっていうところで、考えています。クランクは、午前中と同じ軸はミートの DR、 こちらを軸に、展開していこうと思います。スプーンはですね、マスクロート 1.2g とティーチの 0.5g、 このあたりをメインでやっていこうと思います。私が勝てる可能性がある、一番可能性が高いとするならばミート 33DR、ミートで釣れる魚きちんと見つけて釣っていくことができればいい勝負できるのかなと思ってます。そうですね、前半後半合わせてとなると
4匹から5匹かなと。放流が入ったっていうところを考慮すると午前中よりちょっとだけボーダー上がるかもしれないかなと思っています。状況はですね、時間が経って日も昇ってきてかなり厳しい状況になってきました。ただしこの中でも釣れる魚というのは絶対にいるはずです。きちんとそこを自分の釣りで釣っていって勝ちたいと思います。じゃんけんポン、あいこでしょう、じゃあね、はい、OK、ありがとうございます。じゃあ準備してください。30秒。おお、なんだよ、変えるのかよ。5、4、3、2、1、スタート。スタートします。はい、OK。 井上さんキャッチ。はい、OK。 はい、OK。 井上さん3本キャッチ、すべて OK です。残り10分。はい、OK。 残り1分切ってます。残り1分切ってます。30秒前。はい、 OK、 OK です。5、4、3、2、1、ローテーションしてください。スタートのルアーだけ教えてください。さあ、サイマール。はい。そうですね、50です。
はい、OK。5、4、3、2、1、終了です。終了です。第1試合、はい、井上さん5、藤田さん1、第1試合一緒。5、4、3、2。はい、OK。キャッチです。OK。OK です。ローテーションまで残り1分。あ、ミート。10秒前。3、2、1。はい、ローテーションです。ローテーションです。はい。ミートのササディアル。はい、先ほどは2対0、井上さんです。外れた。待ってんすけど。オッケー。はい。針が口に入ってんじゃん。ウィザーさんの魚オッケーです。どうですか。はい、OK。OK です。
残り1分です。30秒です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了です。終了。はい、じゃあ第2試合結果、前半後半で3本井上さん勝利ということで、2勝先取したのでそのまま3試合目はなし。やっぱりスペックが高いんで、こう臨機応変にこうね、いろいろこう情報、ちっちゃい情報を集めてなるべく確率を上げるっていう釣りがやっぱベースにあるんで、それが結構こう渋くなると露骨にこうやって顕著に超過に現れるんで、っていうか、なんか中途半端なことしないでこう思いっきりバンバンとこう振ったっていう中でやることによって、その中でそのちっちゃい変化を自分で読み取れるようになると、ああいうふうにちっちゃいバイトも取れるようになるんで、まあ良かったかなと思います。なかなかこう水温とかいろんな条件であって、こうスプーンで巻き切れるこう速度に魚がちょっと反応しづらいっていうのがあったんで、そうなるとやっぱプラグの方がよりゆっくり一定数を引けて、でなんかやっぱこう浮力があるんですよ。その浮力を生かすっていうことがやっぱりこう横じゃない縦の動きとか縦方向の波動とか動き出せるんで、その辺をちょっと意識しながら、まあ、クランクも潜らせてましたけど、結構下から巻き上げたりとか、途中で止めて浮かしてまた巻き始めでドーンだったりとかしてたんで、結構小技は使ってたんですけど、まあそのようにね、結構いろんなことを考えて、まあ、駆使したって感じですというのもありますし、やっぱ試合なのでやっぱそこは確率、まあその時の試合で自分でスプーンで押し切れる場合はスプーンで押し切ることもありますけど、まあ今日はやっぱりまだ予選ということで、やっぱどうしても決勝に来てやっぱりね、こうてっぺん取りたいんで、その勝負にこだわって勝ちに行きました。はい、作戦ですね、その天候で始めた天候がかなり気になるんですけど、まあ、正直あの後まだ多分全然釣れたんですけど、まあ、ローテ相手ともしますし、勝った後の2戦目も想定して、多分あんだけ3本取ったら、まあ、初め自分が言った通り多分3本4本がボーダーラインになると言ったんで、まあ、まだ試合中なんですけど、まあ、その魚を取っておきたいっていうのもあったんで、3本でやめておきました。まあ、もちろん勝ちますし、ただお互いまあ結構切磋できる仲間でもあるので、まあ、刺激し合いながら、まあ、いい仲間でもあるんですけど、やっぱここでこう兄貴分としてはこうしっかりね、力を見せつけて、決勝戦ですね、もちろん、こう相手をしっかり見て状況を見ていい釣りして何としても勝ちます。